皆さんこんにちは。世界の墳丘から本日は大阪府の古市古墳群を訪れております。今来てますのが応神天皇陵からもほど近いところにありますが、栗塚古墳というこちらも立派な世界遺産登録古墳でございます。5世紀前半の宝墳でして、表面には吹き石が吹かれておって、発掘調査の結果ですね、外包みのところに円筒埴輪の列が巡らされていたことが分かっております。まあ、応神天皇陵の、ね、梅長ということで指定されてるんですけども、ご覧ください。ちょっと寂しいこちらも状況ですね。一応これも世界遺産なんですけれども、まあ、6月頃に来た時はもうちょっと墳丘の形が分かるような状態だったんですが、冬の時期であれば墳丘もはっきり見えるかと思います。でもね、何度も言うんですけど、世界遺産に登録されたんですよね。世界遺産に登録されてまだ2ヶ月なんですが、この状況はやっぱりちょっと寂しいですよね。ほんまに何やろ、お金がかかるのはわかる、人手がないのもわかる、でも世界遺産ってね、別にあのイコモスからお金が出るわけじゃないけれども、ちゃんと整備していかないといけないんですよね。それが保たれないと世界遺産の取り消しもあり得ると聞いております。まあ、天皇陵はね、宮内庁がお金も出してちゃんと管理してくれてるんですけども、他の世界遺産登録古墳、夏のこの状況非常にやばいですよね。イコモスが見たら怒りますよね。もう何年も経ってるんじゃないんです。たった2ヶ月しか登録決定しか経ってないんですが、このような状況になっています。本当どうしたらいいのやろ。なんかみんなでできることがあったら、みんなで力を合わせればいいと思うんですよね。自治体が何も全てを背負う必要はないと思います。とにかくこの窮状を訴えたい。何かいい方法はないか考えていけたらと思います。